三股町は宮崎県の中央部に位置する町で北諸方郡に属している。町域の西側は都の常盆地、東側は輪ニツ山地である。輪ニツ山地の最高峰である。輪ニツ山は町域の北東にある。市街地は西に隣接する都の城市と一体化している。大正園島末層の内三股院として発展。特に島津市族で、 川山市級を始祖とする川山市が戦国期に統治を収めた。平成の大合併の動きを受け、2003年1月、北諸方軍下前後町により、北諸地域任意合併協議会設置。当初は、都の城市を外した形での合併を構想。しかし、中核都市を失った合併交渉は進展せず、同年5月合併協議会に、都の城市が、 オブザーバー参加方向性として、都の城市北諸方郡での合併構想が進む。三股町としては、逆に自治体としての独立性を維持できないとして、12月合併協議会からの離脱を表明。その他北諸方郡4町と都の城市は、翌年より具体的な合併協議を進め、2005年2月合併協定を調印。 2006年1月1日合併した。その結果、三股町は北諸方郡に残る唯一の自治体となった。三股町立文化会館高等学校中学校、小学校最寄り空港は宮崎空港。三股駅町内を横断する道路として、主要地方道都城北号線があり、都城市と日南市を結ぶ。町中心部からは南側に主要地方道と、 上東環状線、北側に主要地方道を見高城線が分岐し、それぞれ、都の城市内で、国道269号に接続する。高速道路は、国道269号線を経由して、宮崎自動車道、山の口スマートインターチェンジを利用するのが、最寄りとなる。ありがとうございます。